スはこちら、ドローンで旅をしてみよう。撮りたいね、せーの、スカイハイトキッズ TV。 この番組はドローンや VR の最新技術が切り開く教育の新たな可能性を広げていくことを目的としています。本日はこちら、ドローンで旅をしてみよう。今からドローンで撮影したとっても綺麗な映像をお見せしますので、少しでも旅行気分を味わっていってください。今回見ていただくのは沖縄の今帰仁城跡の映像です。それでは早速映像を見ていきましょう。沖縄は日本で一番桜が咲くのが早い県
ではもう1月末頃から桜祭りが開催されているそうです、なのでぜひこの時期に沖縄に行かれる皆さんぜひね今帰神社跡にも行っていただいて北部の方で桜を楽しんでいただけたらなと思います、はい、皆さんね沖縄は今年の初めの方にちょっとお仕事で行ったんだけど全然ね長袖着なくても半袖でも全然過ごせもう過ごせたから多分もうちょっとしたら暖かくなってくるんじゃないかなと花びらをパチンってこうやって撮りたいね撮りたいね、はい、そうだねあれ楽しいよねずっと出られるよね、はい、はい、ということで今回は沖縄の今帰神社跡を紹介しました。皆さん今日はどうでしたか？なんかその沖縄だと本当に海のイメージしかなくて桜ついてるようなイメージなかったけど実はなんかそこに桜が有名なんだなって初めて知りました。私も沖縄といえば海どうしかも思わなかったんだけど映像を見て桜を見に沖縄に行くのもいいかなと思いました。それではスカイファイトキッズ TV またねバイバーイ。皆さんチャンネル登録お願いします。